ティリマーが押せ押せムードになってきました。先ほどからこの場面場面でティリマーがぐっとこう島田を押していくような、その試合の流れの中でですね、まあ、そうですね、そういう雰囲気が出てきましたね。その体ごとですね、押してですね、はい、左です。島田もその体ごと前に出て押すようなそのボクシングですね、ちょっとその攻撃面も動きも中途半端ですよね、向こう見てますと。ある意味では島田のボクシングというのはそのクロード好みするようなボクシングだとは言われていますが、ちょっとどうですか今日のところは。まあ、ちょっと精査かけてますね。そんな感じがしますかね。ミロフ島田、しかしおもう一回ミロフ、左フックですね、左フックちょっと効いたかな、はい、さあここで島田としてはパンチを、チャンスですね、小さいパンチですね、はい、ショートのパンチですね、数よく見て、ミロフが空振りになりました。さあ飛び込んでいけるか、前を詰めていった、相手になりました。さあボディか、この辺の詰めどうかということですね、はい、よく見てですね、ショートのパンチですね、一発一発その打ってた方がいいと思いますね、はい、お右のパー島田です。あと逆に2回左のボディを返してきました。ティティマミロック、島田の左は空振りになりました。右のアッパーのガードをこじ開けるような右のアッパーから、そして左のジャブ、さあチャンスを迎えているか、後ろに下がりながら、しかし相手のことをじっと見ています。ティティマ右、そして左、さあチャンスを迎えた、チャンス、ニュートラルコーナー詰め寄りました。左右の連打を浴びせました島田、まあ、こういうような連打していくとそれほど効いてなくても、いわゆる後で徐々に効いてますからね、はい、ボディと一緒ですよ、じわじわ効いてきますから。ということは、ああいうチャンスがあった時には畳んでいくというですね、攻撃の手ですね、休めちゃいけないですよね、はい、連打連打でそのチャンス押していかなくてはいけないということですが、さあここもどうだ、右から左、逆に右をもらってしまった島田、打った後気をつけないとね、危ないですよ。確かにもらう時は打った後が多いですね、そうなんですよね、さあここはロープに追い詰めました。離れ際気をつけないと。このラウンド終盤から終盤にかけて島田の左右の連打はティティマーを襲いました。第5ラウンドが終了しました。スーパーフェザー級の10回戦、米倉ジムの日本ライト級2位島田武宏、対戦相手はタイのスーパーフェザー級5位のティティマーキャットプラーサンチャイです。まあ、ここまでのところ沼田さん、はい、第1ラウンドは島田がいい攻撃を見せましたが、ティティマーが次のラウンドを盛り返し、中盤にはお互いにティティマーが押してくる、そして前のラウンドになってようやくまた島田も押し返すという、まあ、そうですね、まあ、手数も相手の懐に入ってですね、コーナーに詰めてですね、まあ、よく手当てしたと思いますよね、はい、こういうのはやはりその一発パンチない島田には有効的なそのボクシングだと思いますよね、はいはい、さあこれからいよいよ後半に入っていくわけですが、ここからは沼田さん、おっといきなり右のアッパーです。ティティマーの右のアッパー、ちょっとグラッときましたね、さあここはピンチになりました島田、もう少しの島田頭振ってですね、いいですよ、これ頭振ってですね、はい、うん、さあもう少し離れできるか、畳みかけてきます。ティティマーの冒頭左のスクレ、島田の反撃、逆に中間距離取らすと危ないですから、もっとくっついた方がいいですよ、はい、そんなのが効かないですパンチは。ああそうですか、そうそう頭振って、相手の懐の頭をですねつけてですね、はい、あれした方がそのティティマンの威力のあるパンチは出てこないですね、さあどうだ、形勢逆転か、しかし右のアッパーで反撃してきますティティマン、マウスピースを吐き出しました島田に対して、再びそのマウスピースレフェリーから口に含ませました。さあここはこのラウンド、おこの右、右アッパー狙ってきますね、来てますね、これは要警戒、島田がその入ってくるところですね、狙ってます狙ってます、あと右の服、山田さん、はい、やはりあの距離を詰めて中に入っていこうとしますが、あの恐るべき右が待ってますので、なかなか島田としても非常に厳しい展開になってきましたね。ですからそのガードをしっかりしてですね、もう少しその頭を振ってですね、懐に入っていかないといけないですね、はい、今もちょっとガードが下がってますね、さあ前に出ていきたい島田、ボディから右の左の服です、顔面を取りました、右のボディドスンと響きました、相打ちになりながら逆に、あ、このチャンス、ニュートラルコーナーに詰めてきた、逆に効いたですね、効いている、ノーガードになってきた、ゴータッチ状態になってきてる島田、チャンス連打、ガンニャーを捉えている、左右のパンチパンチ、あ、レフェリーが取れました、鼻血を出しながら苦戦しながら島田、テクナーキャットプラーサンシャイン連打の猛攻、レフェリーが取れました、テクニカルナックアウト、まあ、いろんな形ありますが、今回勝ちは勝ちですから、そうですね、あの吹っ切れましたね、ちょっとこれからまた一段ずつ階段上がって、あのあんま上を見ないで一つ一つ、徳川家康じゃないですけどね、一つ一つね、あのやっていきます、上を見ない で自分の力をあの過信しないでやっていきたいと思います。あとはいえ
いつかチャンス来ると思います。またとはいえまたやっぱりタイトルというのは見えてくるんでしょう。あのボクシングだけで生きてますから、あの必ずチャンピオンになりたいと思います。取ってみせますね。